始まるから。オールナイトダルシー、オーオーイエイ、はい、皆様こんにちは、金尾四郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾四郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。今日は金玉ということです。あ、今日は金尾商店でしたね、はい。ということで松下と市民よろしくどうぞ、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。渡辺武史でございます、はい、どうもこんにちは、よろしく。ね、どうですか最近、はい、忙しいね。忙しいですね、ね。おかげさまで、本当にね、え、あの引く手はまた、いやいや、ウォッカもそうだけど、あれいろいろ他もね、他もね、なんかちょこちょこ、まあ、なんか歌ってんの？え、たまにマジで、ええ、歌ってます。だ、そのバンドは別にあるんだ。いや、バンドっていうか2人で、あのもう一人と。あ、そうなの、うん、それ誰、一ロッカー？一ロッカーのは先週やって、うん、明日ちょっと元住吉でローリングストーンズを歌っちゃおうかな。やるじゃん。ローリングストーンズ歌うんだ。ええ、ボーカル？メインボーカル？メインボーカル。渡辺隆でございます。すごい。もう一人も歌うけどね。半分ずつ。ああ、キキさん。あ、キキさん。なんか、あ、うん、久しぶりにね、キキさん遊びに来たみたいなね。どうしようか。ということでですね、今日お便りからいきましょう。はい。はい、これはね、ラジオネーム、うん、もこちゃん。もこちゃんさんね、ん、金尾芳郎さん、こんにちは、はいはい、コロナ以前の数年前に東京のライブハウスで歌声を聞きました。どこで？あっという間に引き込まれてしまいました、うん。今日の朝もアルバムを聞きながら車に乗りました。私は千葉県在住で川に囲まれた土地なので、リバーサイドマイホームタウンが流れるととても心に響きます。また会いに行きますね。なるほどね。もこちゃん、もこちゃん、うん、もこちゃんは千葉の方。じゃあ8月来てください、今月よろしく。来週ね、来週ね。なんか、うん、リバーサイドマイホームタウンがリクエストかな、うん、はい、リクエストとは書いてないけどね。あ、うん、そうかそうかね。ということでね、うん、お便りも来てます。お便りいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。続いていきます。うん、うん、行きましょう。清水佳代、ごめんなさい、うん。金尾さん、としみさん、たけしさん、鈴木さん、こんにちは。はい、こんにちは。毎日暑いですが、体調は大丈夫ですか？うん、絶好調です。絶好調、すごい。最近は夏のイベントや旅行や人が交わる機会が多くて、熱中症、コロナ、風邪と緊急搬送される方が増えています。私もめまいで入院しようという話でしたが、え、うん、救急搬送の熱患者さんが多くて、ベッドに空きがなく自宅療養になりました。あら、あ、これ清水佳代子さんね。大変だったんだ。じゃあ以前のようにテレビでは取り上げてはいませんが、うん、確実にコロナ感染も増えて病院も激混みです、ね、うん、猛暑ですが、まだまだマスクは必要な気がしますね、うん。金尾さんの抗がん剤治療も順調なようで安心しています。お互いがんに負けないように頑張りましょうね、うん。清水さんもね、苦しんでおられる一人ですよね、がんのね。夏を乗り切っていきましょう、うん。金尾さんの実体験をもとに、がん患者に希望の光を伝えていってください。そう、もう3回目になりますけどね、抗がん剤治療も3回目はちょっときついね。きつい、いや、そう、はっきり言ってきつい。あ、今回一番きついな。ああ、そうなんですよ。もうね、ちょっとダメかと思うほど、俺もう諦めようかと思うほどだった今回。あ、そう、うん、きつかった。言わなかったけどね、もう大丈夫よって今回は、正直なところはね、一番きついね。あ、うん、なんか貧血になるんだってね。そう、だから貧血ってやっぱ抗がん剤も治療の仕方が変わってきてね、ずいぶん昔に比べて良くなってるんですけども、うん、それで副作用もほとんど僕1回目2回目なくて、ね、うん、それでよかったんだけども、やっぱだんだんそういうのが少しずつ出てくるかもね。だからもちろんがん自体もちっちゃくなったんだけど、うん、なんだろう、血を作るところの部分を攻撃するから、いいところがね、そういうのもあるのよ、ね。だからそれはちょっといろいろ注射でやったりとかもあるみたいなんだけども、鉄分を取るとかね、
大体酒飲んでさ、もうもずくとかそれしか食ってないから栄養取った方がいいんじゃないの。それさ、お酒やめて、ちゃんとあれじゃない、健康的な生活をすれば多少は違うでしょ。まあね、お酒ダメだろやっぱり、っていうか疲れない、お酒飲むと。まあ確かにね、だらーっとくるじゃない、だからそういうのも多少あるんじゃないかという気はしますが、まあこの暑さだから ね、誰でもきついからね。私がんじゃないけどももう倒れそうだったもん、ね、毎日だから外出らんない、暑くて怖 い、殺人的な暑さでしょ、ね、だってだからやっぱりその、そうやって抗がん剤とかもそうだけども、やっぱりその やられてる方々は人それぞれいろいろね、やっぱり変化があると思うんだけどもね、それね、なんとかね、無理をしないようにしないと、ね、あんまりね、そうそうそう、体を休め、いたわれないと、いたわらないと、ね、このいたわるという言葉を知っているかどうかなんかだってムチ打つ方でしょ、どっちかというとそうだからね、喉の渇きをねまず我慢することから教わったから、だからそこがもうさ、それがもう本来違うんだよね、すでにもう今の時代じゃ通用しないですよ、ね、死んじゃうよ今の時代、そのことやってたらね。そうそう、でも本当そうだったからね、俺なんか、ね、そうでしょ、私もそうよ、クラブの時でしょ、ね、そうそうそう、もうね、炎天下でうちら体育館ない頃外でバスケットの練習よくやったなと思って、ね、そうそう、そういうことをして育ったわけだからさ、うん、倒れなかったけどね昔は、風が涼しいから、まあ倒れなかったけど、木陰にほら入ると涼しいとかあったから前はね、うん、今はないから、うん、だからまあ180度ね、また常識も変わってきてね、あれだけどもね、清水さんもね本当頑張っていただきたいと思いますね、清水さんもお大事にね、なんかめまいって、だからそういうあれじゃない、そう、おそらくね、すいません、ちょっといろいろ人によっていろいろ出てくるんで大変だと思いますけどもね、めまいがするのもつらいね、つらいです、うん、俺あんまめまいってしたことないから、ね、本当俺なんかちょっと借金でめまいがするんですよ、まあ、そういうさ借金でシャレが借金ってあれは首が回んないじゃん、目が回んの、いや首が回んないけどね首が回んないっていうのは本当にでもね、こうやってね歌ったりね、笑ったりしてるのがねやっぱり一番いいね、いいけど、一番いいと思う、だから俺もう半年前に会った人なんかやっぱりその頃よりもね血色がいいとか言われる、ああそうかもしれないです、ね、なんか光ってますねとか言われる、艶がいいです、何やってるんですかとか言って、クリームをつけてますかね、もう一方 ね、はい、ね、続いていきますよ、皆さんこんにちは、はい、朝から曇ってるけどおかげでさほど暑くない博多です、博多、はい、博多はミキさんかな、はい、はい、選手のダフさんよかったですね、うんうん、残念ながら、残念ながら、なぜかすっかり木曜日と思ってしまい、気づいたら昼過ぎてましたんで、うん、後から動画で楽しみました、うん、あ、そうか、メッセージこの後の心配忘れてやがった、今週は金尾商店ですね、いつも通りのゆたっとした空気、はい、じゃあダメなんですよ、うん、なんつったって再始動の音楽魂ライブが6日後に迫っていますから、ミキさんいつもね、はい、ありがとうございます、ね、忘れないようにね、そうですよ、あと6日、うん、ねえ、気合十分で告知、そして歌の演じもかけといてくださいな、カノンさん体調はどうですか、うん、入れ込みしすぎにしすぎずにしっかりコンディション整えて臨んでくださいね、そうだね、うんうん、こちらも博多でその日は他にライブを入れずにしっかり配信を生で楽しむ準備をしております、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、リクエスト、今回ね、ちょっと宣伝させていただきましょう、はいはい、十分にしてみましょう、ということでね、来週に、迫ってまいりました金尾四郎音楽魂ライブということで、8月31日、うん、はい、スターティングオーバー、これ原点回帰ですね、木曜日になりますね、はい、ということで、これ18時スタート、いや違います、え、あ、オープン、オープン、ごめん、オープンが18時でスタート17時ですね、19時ですね、あ、ごめんなさい19時でしただから6時と7時6時ですね、分かりづらいから ね、これがですね、原点回帰ということで、生田圭太郎さんゲストでね、はい、丸山恵子さん、はい、吉田よし子さん、はい、高橋誠さん、はい、で、バンドがですね、渡辺武史ギター、はい、ごぼう鈴木さんドラム、はいはい、松下利美さんコーラスボーカル、
で、久しぶりですね、10年ぶりに会います寺岡信義さん、はい、これベースですけどもアナーキーのベースでね、はい、これレコーディングメンバーでしたね。そうですよね。寺岡君この間一緒に会いました、うん、10年ぶりにね。ああ10年ぶり。あの寺岡君やっぱりこう地に足がついたベース弾くね、かっこいいね。かっこいい。うん、あの赤いもいいけどね、うん、赤いとかも浅田君とかも ね、いろいろやって、まあみんないいんだけど、うん、寺岡君はね、なんかね、やっぱ地に足がついたっていうかね、いい感じのビートだよね。そう、あとね、あのリエリー金平さん、うん、リー金平さんね、リー金これ今シカゴに、ツアーしてますかね。してますね、なんか配信ライブやるみたいで、ね、もうシカゴっていうかもう海外で今仕事できるようになってたんで、そうそうそう、リーちゃんが、うん、それで向こうで結構ね、バンドで30日に帰ってくる、キャッシュボックスキングっていうバンドで、うん、あのツアーやってるかもしれない。30日帰ってきて30日大丈夫でしょうかねえ、平気なんだ、空港からすぐ帰ってこれるの、空港から、空港から、うん、前はなんかほら7日間で、あ、それはないないない、ね、ない、もう今は全部ないよ、全然 OK なの、ね、全然 OK で、こういうメンバーで ね、やりますけどもですね、豪華メンバーでね、ぜひね皆さん ね、8月31日お越しいただきたいと思います。そうそう、これね皆さんね、うん、考えてみたらさ、すごい大病されている方ばっかりなの本当あ、考えたらそうかもね。そうでしょ、だからねみんなね、うん、リボーンなの、リボーンなんだ、うん、リボーンだね、うん、元気でしょ、そうみんな、まこちゃんぐらいじゃない、いやまこちゃんもちょっとあの盲腸がやった、盲腸ぐらいでしょ、あと違うあの帯状疱疹かなんかやった、あ、うん、あそうなの、厳しいのね、そうかそうかそうか、そうでもねみんなそれぞれそれぞれあるよね、あるよね、60年以上も生きてるそうそう、みんなだってほとんど還暦、タクシーが一番若いんじゃないか、俺とりあえずギリギリ還暦になってない、じいちゃんが一番若い、じいちゃんは40代だからね、あ、本当、まあ、この平均年齢ぐらい人がいっぱい来てほしいね、まあ、配信も、まあ、なかなか配信ありますね、配信ね、素敵ですよこれ、あの、ね、カメラ6台でやりますんでね、うん、7台かな、うん、ぜひねあのそちらもお楽しみいただきたいと思います、サボれないね、誘導油断できないよ、油断できないね、このカメラはね、すごいとこまで撮ってるから、うん、そうなんだよ、カメラ走るからね、走るから、うん、あくびできないよ、うん、ね、ね、でもまあなんだろう、久しぶりにね僕もやらせていただいてね、うん、やっぱり音楽魂ライブっていうのをずっとやらせてもらってたんだけどもなかなかできなくて、うんうん、今日7回目かなこれは、そうだね、だから本当にまあこれを機にねいろいろまた考えていこうかなと思います。それで、うん、あのまず健康が第一っていうかね、やっぱり入院しててねいろいろ考えたね、いろんな友達のことを、家族のことを、で、がんで、入院してる人が周りにも多くて、うん、で、やっぱりその入院してたら分かるじゃない、その人の不安がさ、うん、一点を見つめてね、女性が夜さ夜怖い怖い、あの海を見てるわけよ、病室とか、あの控え室、控え室っていうか、あの休憩室みたいなのあるじゃん、食堂みたいなところで、やっぱりね、思うよね自分のやっぱ病状とかお金のこととか家族のこととか考えてるだろうなとかね、うん、思うし、まあ、いろいろ考えることありましたけど、うん、あ、でもこういう機会は今初めてでしょ、そう、僕はね、大病したことないから、ね、今までそのあんまりなかったけども、やっぱり自分がそうやってなってみると人のこう、うん、あの辛さとかそういうのもなんとなく分かるような気がするよね、うん、で今までほらカリ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 してた自分がさカリカリも治ったの？治ったのって言われた治るもんなの？いやカリカリはまあ治ってないかもしれない、カリカリできるだけガリガリ、あのしないようにね、うん、あの穏やかなね、うん、良きに計らえぐらいのね、これちょっとあのそうだリクエストがあったんですよミキさん、うん、自分も、リクエストはね、うん、博多のミキさん、そうそう、さっきの続きがあった、うんうん、自分も原点に戻り風の中で盾ですが、うん、いつも通り何でも OK です、あ、そうですか、ありがとう、先週は月曜日と金曜日はムーニーさん、うん、火曜日は森かおるさん、うん、あ、森川さん、うん、音楽魂ファミリーを楽しんできました、うん、そしてたけしさん、はい、半年来てきましたよ、ウォッカの4年ぶりの福岡ライブが、うん、行きます、新譜が出るのが待ち遠しいし、はい、またこっちで会えるのが楽しみです、あ、楽しみにしてます、4年ぶりにって行くの、半年来て
あれ、うん、何月？1月にね行きます。あ、本当。はい、あ、1月か。はい。4年ぶりの。4年ぶりになるのか。あ、そっか。そっか、あのあれがあったからね。コロナがあったからね。すごいね、みんな頑張ってるよね。楽しみです。なるほどね。新譜を引っ提げて。ええ。ね。頑張って作りました。作った、もうできたの。はい、今ミックスダウン、うん。あ、やってるんだね。うん。どうします、なんか歌おうか、じゃあ、ね、歌いますか、うん、風の中で歌って、じゃあミキさんのリクエストをお答えしましょうか。そっちからいきますか、最初からいきますか。いつも通りさ、この街じゃ冷たい風が吹いていた。生まれたところをいつの日か知らない街に待っていた。ときめきはいつでも
ということで、博多のミキさんのリクエストを答えしました。風の中で立てというね、1曲目から歌うとちょっと重苦しい感じになっていや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 、でもまあこれはね、うん、まあ、僕の父親の思い出の歌としてね作ったんですけどもですね、もう早いもので23年経ちましたね。あ、この歌を作ってから。いやいやいや、あの亡くなってから、亡くなってから、うん、作ったのはまあその随分後になりますね、うん、やっぱり曲ってなんかすぐはその時なんかなんかショッキングなことがあったりすぐはできないね、うんうん、できないですよね。作る人もいるけどね、うん、作る人いますよね。 ね中島みゆきさんとか、ね、すぐ作るからね出来事を。そうでもそれがやっぱプロだよね。それがプロなんだけど、うん、プロですよ。それももうちょっと時間かかっちゃうね、うん、もう何でもやっぱ材料でね、材料という言い方変ですけど、うん、それを歌に表す感情をその時の気持ちを表現するっていうのがやっぱり歌い作る人でしょうね。そうそうそうね、本当のプロの、うん、本当のプロの、まあ、人それぞれっていうか、まあスタンスがね、うん、ありますよ。ちょっともう一方いいですか。いいですよ。これはね、つとむたかしさん、カノウ商店の皆様、アトランタからですね、ありがとうございます、はい、残暑お見舞い申し上げます。ありがとうございます。武蔵小杉の天気を見たら33度と、一時よりは低いものの未だに30度超え、うん、熱中症にご注意ください。そうだね、うん、今日のリクエストを何にしようかと考えたら、筑豊、うん、のような演奏する方も、うん、聞いている方も暑くなるのはスキップして少しでも涼しくなる楽曲はないかと思いを巡らせてみたらありました。リバーサイドマイホームタウン。聞く側は水面が 目に浮かぶので少しでも涼しくなるのではないかと、うん、できればワンコーラスずつカナオさんと松下さんのボーカルで無理は承知ですが。おお、またこういうね、何やってるんだねえ、そのまあ最近ちょっとね、大山空手で動画が流行ってるからね、あれ何万人も見てるから、そうそうそう、ちょっと世界中でね、世界中のファンの方がいらっしゃるからね。お弟子さんがさ各地に ねすごいらしい。それはやっぱり英訳してあるから、うん、海外の方ももちろん ね見やすいのかな、うん、そうそう、見やすくて大変だけどもね、うん、ちょっと図に乗ってるなんでそれ調子乗ってるって調子乗ってないでいやいや、夜中に見えるから縛かれちゃうんだ、おじさん押す、ね、今頃恐縮してるやばいと思って夜中にメール来たの、ね、夢から私によ、もう寝たいのに、朝方夜中か、明日のリクエストね、うん、夢から覚めたらにしたいんだけどどう思うとかコード楽譜あるのとかさないと思うよないでしょね、そんで考えてくれたんですよ。お、やっちゃってるし、昔コードは俺は今より知ってたからね、ディミニッシュとか使ってたからそうそう、ジャズコードだよね。襟足に
残った誰かの移り香が遅い帰りを一人待ってた。お前の瞳を濡らすなんて、泣き疲れたら膝枕、素敵な夢でも見てておくれ。願えり打ったお前の顔はちっとも悲しく見えないけれど、夢から覚めたらもう一度。これ優しい時代もあったんだよね。これ二十歳のことだからね。すごい。これいい曲ですよね。ね、これ CD になってないんだって。うん、あ、本当？なってないのよ。普通さ、うん、その一曲これ受賞したわけでしょ。うん、代表になったわけだから。そうそう。そしたら普通、妻声に行って歌ったんだけども、うん、この時はね、うん、確か中島みゆきさんが時代が撮ったのがその俺13回だったから、うん、あの最初の方で、うん、世良公則さんとかそこら辺があんたのバラードとかするんじゃなかったかな、うん、いやその後同じぐらいの、そう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 、だから、うん、その代わりには偶然これ奇遇なんだけど、俺エピックソニーでちょっとダメで、うん、徳間ジャパン行ったじゃん、うん、俺この時徳間ジャパン唯一レコード会社賞もらってたの、ほんと、この曲で、そんな、そんな初めて聞いた今。いや、今初めて言ったの。本当に。え、なんでそれなのにレコードにしてないの？してないんだよね。それするべきじゃない？ね、うん、あ、なんかね、しなかったね。カナオさん、なんかこのチャンスをなんかさ、なんかボタンの掛け違いみたいなもんよね。これを作った、あの、秋吉圭介さんっていう、後にヤマハで、あの、プロデューサーになった人がいて、うん、秋吉さんが、その、手島葵ちゃんっているじゃない。あの、はいはいはい、ゲト選挙歌ってた、あの、ボイスすごい、ね、そうそう、あの、独特の声の、ウィスパーボイスの、ウィスパーボイス、手島葵ちゃんがデビューする前に、うん、あの、そのデモテープを俺どこ持ってきて、うん、デモ CD を、うん、で洋楽ばっかり入ってんだけど、日本語の歌が何曲か、うん、3曲くらい入ってんだけど、葵ちゃんにこの曲を、うん、歌ってもらおうじゃないかっていう話があったの、よかったのに、それも、ね、そう、ダメになっちゃった、ダメになっちゃった、いや、うまくいかなかった、いや、結局ヤマハサイトとしてはこういうこと言っちゃうあれかもしれないけど、やっぱりほら、あの、いろいろあったのね、うん、いろいろ、まあ、利権が、うん、そうそう、まあ、そういうね、あの、まあね、うん、そうだよね、昔はほら専属作曲家とか言ってから、ね、レコード会社専属だからね、そういうのあるもんね。だから、あ、まあ、アレンジは大村正明さんって、あの、スイートメモリーってあるじゃん。聖子ちゃんの、うん、あれを作った人の。スイートメモリー作った作曲家がいて、その人は、まあ、あの、博多の友達でアレンジしてもらったのね。うん、あの、ちょっとジャジーな感じ、うん。だから大村さんももう亡くなったんだけど、あの、いろんなね、あの、ちょっとご縁がこの曲はあるんだよ、ね、うん、まあひょっとしたらレコーディングするかもね、これした方がいいと思うよ、ちょっとまたね、もうだって新しく残すよ全部、ね、もう余生がないわけだから、いやいや、いや、あのね、そういう病気とかじゃなくて年齢的にあと何年歌えるとか考えたことないでしょ、ないね、うん、80過ぎても歌えてればねいいけどね、まあ、歌ってる人もいっぱいいるからね、ちゃんと歌えればね、うん、まあね、うん、でも松下さんみたいなちゃんと歌えませんよ僕は、まあね、すぐそれで喧嘩をふっかけられるわけですね先輩だけど、じゃあどうぞ先輩言いますか、いやいや、ちょっとこれ今のでね、うん、おまさかの夢から覚めたあざあすって来てるよ、あ、本当ですか、ありがとうございます、ストムさんが、ね、ちゃんと歌いましょうね今度、あの鈴木さんもね、うん、ちゃんとなんかあの、うん、ライブの CD を焼いてくれた、焼いてくれたんで、それもかけながらちゃんと歌います、若い頃今ちょっとキー低かったね、
俺。あ、本当？お前できないと思ってさ。うん、いや、お前できない。そういうさ。プロの人お前できない。まあできないけど。なんだ。いやだってこの間まこちゃんすらさ、俺カポしてやって転調してたら、やばいやりにくかったみたいな。ということでね、松下さん中行きましょうよ。久しぶりに。いや。行きますか。行きたくない。どこ？何やるの？歌も楽しいや。東京きっと。粋でおしゃれで。ほが。東京キッドですね。タイトルぐらい言ってほしいね。お前何歌うのって言わなかったね。言ってないよね。いきなり始まっちゃうからね。いやでもここの中の人はさ、俺いちいちあだこうだ言わなくても分かるだろ。俺の考えてることぐらい分かんねえ。言葉にしないと分からないよ。やっぱり言わないとダメみたいね。そりゃそうでしょうね。ちゃんとね、意思表示をちゃんとしないと、うんね、病院とかでは特にそうだよね。細かいことまで言わないとダメですよ。ああそうだね、うん、病院行ったらね、わがままになった方がいいと思う、うんうん、いい子にしたらね、うん、その思うつぼだから、ね、思うつぼ私いつもそう思ってる、うん、お医者さんもね、うん、いい先生ももちろんいるけど、うん、まあそうだね、うん、今回もね、僕やっぱりね、外科の先生の手術の判断というか、それに救われたのは、そうだよね、その血液がすごく人の3分の1ぐらいしかなくて貧血状態だったんだけども、ね、その肺がんはから転移したところが、うん、小腸だと大腸だったので、うん、それが気が付かなかったわけよ、みんなが。普通の先生はさ、肺ばっかり見てて、あでそこで ある先生がそれを発見して、そこから出血してるということで、まあ食事も水も飲めないで、まあ、10日間ぐらい我慢して、
出血してない時に手術したの。だからその判断がねすごく僕はその命を助けられたというか ね、 ね、うん、それは本当に巡り合わせだよね、うん、まさかねそういう人先生とさ巡り合うとは思ってないわけだからさ、うん、そう同じこうレントゲン写真を見て、うん、こう見抜ける人とね、うん、やっぱそこでお医者さんによってはねってやっぱ力があるっていうか、ね、そうそうね、で終わった時に先生に、うん、あのそろそろ肺内科にね、うん、呼吸器内科に移りますからっつって、うん、先生にご挨拶行ったらね、うん、僕の仕事は全て終わりましたって。あ、本当、うん、かっこいいね。かっこいいのよそれがまたかっこいいのもうね、ね、うん、もう僕の仕事は全部終わりました。あとはもう抗がん剤とは私らもね、うん、分かんないぐらいもう進歩してますから、うんうん、あとはあの内科の先生にお任せします。そうそう、なんかあの手術中にさ、うん、あの説明聞いたの私とあのちかちゃんで、その先生からの、ああ今終わりましたみたいな、かっこいい、かっこいいで、今今頃塗ってますとか言って、あ、じゃあ先生は塗わないんだそうか、やっぱり塗わせてんだ、なんか切るだけ切ってそうそう、普通2時間で終わるシリーズだったんだけど6時間ぐらいかかっちゃって、で縫う時にさ麻酔がだんだん切れてきたわけよじゃあさっさっさとほら慣れてる人とかあるじゃんね子供みたいな人だったんでしょ塗ってくれる若い先生まあでもね、本当そういうね、うん、出会いっていうのが、うん、かっこいいよね、うん、なんかね、いいね、今ね、はい、メールが来たんだけど、うん、井野さん、井野さん、はい、はい、こんにちは、今直方市役所に来ましただって、あ、何しに直方市役所はね、僕のね、流れてんじゃない、リバーサイドマイホームタウンっていうのが今直方市役所でも流れてるんです、流れてますか井野さん、ひょっとしたらね、あのなあ聞いてくれてるかもしれない、お昼の1時間の間にかかるのよ、うん、ね、あのもうじゃあちょうど今頃かかってるかもしれない直方市役所何しに行ってんだろうでね、流れてるんだよね、リバーサイドが、うん、で俺とそれ確かめに行ったのよ、うん、あのアポなしで、アポなしでね、うん、そしたら行ったらその市長さんがいらして、うん、もう大歓迎、あ、うん、アポなし、そう、もう加納さんのね、うん、僕はこれ作ったのは随分前だけども、うん、その作った時に今の市長さんがそのあれスタッフだったのね、あ、まだ市長じゃなくて、ね、そうそうそう、その時に感動したんだって、うん、その曲を聴いて、うん、でそれでこれを流しましょうっていうことで、うん、だから今がチャンスなんだよね、だからできれば来年の祭りぐらいにはさ、そうそう、あ、呼んでほしいよね、松崎しげるさん呼んでる、今誰呼んでるのって聞いたら松崎しげるとか呼んでるらしいんです関係ないじゃん、関係ないよ、ハッピーとか松崎しげるとか俺だろうっていう、ね、あ、失礼しました、色の黒さは負けてるから色の黒さはちょっと負けますけど、でもまあこういうね、人たちのあのあれが運動してもらって、じゃあリバーサイド行きましょうかね、そう、今日ねリクエストいっぱい来てるね、
はい、はい、ということでリクエストにお答えしました、アトランタのつとむ高橋さんの高橋さんとあとモコさんモコさんねモコさんモコさんと千葉のね、うん、あとはミキさんもそうだ、ね、ミキさんもそうだ、ね、あミキさんは風の中かね、ということでねリバーサイドマイホームタウンお届けしました。はい、はい、ということであっという間のね一点もあるね、あれあのねちょっとこれこすあの江川さんからねいただきました。はい、はい、カナオさんいろいろあるんですけどカナオさんにリクエストが今日来てる、うん、ユーをお願いします。でも何でもいいです、はい、カナオさん体調に無理せず、うん、皆さん熱中症に気をつけてお過ごしくださいね、今日もリアルで聞けないので鈴木さんの YouTube アップ楽しみにしています。江川さんありがとうございます。江川さんねいつもありがとうございます。江川さんあれなんだよね九州はどこだっけ。違う違う岡山の方です。あ江川さんね江川さんね、はい、岡山からね、はいはい、うん、ちょっとお時間いただいてもいいですか。これ何すんの。いやいやこれさ、うん、あのまだお席ございます正直これ、ね、たくさん出てるとさぞいっぱいだろうなっていう錯覚に陥りますがそのかんあのあなたが来てくれないと困りますからぜひいらしてください。よろしくお願いします。そうです、ラジオであなたがって言われてもカメラにこれですって言っても、ね、よろしくお願いします。これは必ず100名入るからここはね、うん、大丈夫ですか。ブルームードの話ね。ブルームードです、はい、8月31日、はい、よろしくお願いします、ね、今日しか宣伝できないからね。そうだね、週木曜日もう最後ね。あの生田圭太郎さんもねいろいろ、うん、あの僕もご縁があって、うん、まあ生田圭太郎さん丸山恵子さん吉田よし子さんっていうのはあのエレックレコードのねこの吉田拓郎さんとかあと、うん、泉谷しげる、うん、吉田拓郎フルイド、ね、フルイドもそうだね。あの歌編隊もそうだったね。そうなの。そうそうそう、それで そこら辺の方々をちょっとお呼び したんですけどもね、うん、あとあの高嶋こさんはね、まあ、音楽魂ずっとね、うん、で、まあ、まあいろいろまだいろんな方をねお呼びしたかったんだけどなかなかねそういうこともできずにまあとりあえず今回はこういう形になりましたけどもですね、うん、楽しいあのライブになると思います、うん、いろいろほらコラボしたり、ね、そうですね、あの、うん、楽しいよね、うん、そうそう、あの慶太郎さんも大変な時期があったよね。あの肺、はいはいはい、気胸で穴開いちゃって、うん、あのお倒れになった、うん、お倒れになったちょっとあの丁寧に大つけてちょっとねいやいやでもあの慶太郎さんもラッキーな方で新薬が効いたみたいでしょ。そうそうそう、それがたまたま大復活だよね今 ね、うん、ね、すごいもうかっこいいよね。そうそうそう、今、ね、一番いい感じですね。昔の顔知らないでしょ。知らない、昔アイドルみたいな顔してる。本当に、うん、ね、髪の毛サラサラで、うん、そう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 、ね、で吉田よし子さんもね今も輝いてね、うんうんうん、よし子さんも全国行ってらっしゃるからね。そうそう、忙しいですよ、うん、で、まあ、CD が出たばっかりなんだけどね、うん、タフね、すごいね。で誠さんもねなんかそろそろちょっとずつ休みたいって言ってたから早く来てねこの辺見に来てねなんかいろいろライブ減らすって言ってたから誠ちゃん、うん、誠ちゃんはね、うん、だからまあ誠ちゃんもすごいすごいやってるからね。あちこちもね、うん、すごい体力だよね。まあ、うん、まあ、皆さんそうですね、うん、このメンバーではそうそう集まることないのでね、うん、ぜひいらしてくださいね、うん、そうですね。だ地方の方とか来られない方は配信で、うん、ぜひ、ね、見られます。ぜひあのお楽しみいただきたいと思います。配信2週間見られるからね、うん、あ本当で、その間にも買えるの、ね、別にあの、あ買うの忘れちゃったダメっていうんじゃなくて、うん、その間でもいつでも買えるからね。これね、うん、実はそのこれねって言ってラジオの聞きの皆様、ね、今チラシがあるんですけどもね、このチラシ、この写真鈴木さんが撮ったんだけど、うん、この時も俺血がなくて倒れる寸前の写真だよ。これね冗談抜きでね死ぬかもしれなかったわけよ、うん、この時、うん、で、ね、もう顔青ざめてるんだけど必死でもうこれ必死で来た人にも挨拶して、うん、んであの俺しゅんちゃんのこれゲストで出た時ね、うん、で血液がもう少なくてもう丸山恵子さんから
カノさん顔真っ青よって言われたもん、うん、真っ白だった。そういう倒れる写真を使うからね、平気で。これ有権者、迫力ね。それはもう倒れる寸前だから迫力あるよね、これ。いや、いやでもこれをチラシにできたってことはいいじゃん、まあね、これがもうさ、うん、家になったら怖いんだ。家になったらもうあれだよ、ね、ちょっとね、それは良いよね。よかった、これはチラシに使えて計算通りですって。高橋久しぶりに東京トライでやろうかな、デビュー曲も東京トライでいいでしょ。イエイエイ。I'm dead.
はい、ということで東京トライトン、金丸四郎デビュー曲をお届けしました、ね、久しぶりにやった久しぶりに ね、いいね、いい曲じゃない、なんで売れなかったんだこれからですよ。いや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 、これからでしょう。これからでしょうね。まだまだだってさ、やっとからくりが世の中の分かったから、これからでしょ。そうそう、60とか70はもう花垂れ小僧だね。いつまでやってんだって言われるまでね。意外にしろって。そういつまで歌ってんのみたいなぐらいになりたいよね。言われるまでね。かっこいいよね、その方が。うん。うん、誰も止めないから。もうここまで来たら止めない止めない止められても、止められても止められても止める人はいない、もういないよね。いや、もうやった方がいいですよ。いやでもね、なんかね、あの歌うことがさ、なんか楽しいんだよ。楽しくなったらこれからでしょ。だからね、なんだろう、今まで苦しかったんでしょ、うん、売れなきゃいけないとか。いや本当だよ、本当にそうだ、うん、売れなきゃいけないとかさ、レコード会社にいる頃はさ、次がないとかさ、分かる分かる、それは、うん、で僕かみたいにずっと売れなくていいんだよ。それちょっと俺たちがお前しました。たまたま、たまたま売れてないだけ。いやいやいや、これからでしょ、僕かも。まあまあまあ、ね、そうですよ。でもみんなこれからよ。そ、やっぱりほらメジャーにな入っちゃうと、うん、どうしてもそういう、まあね、あれがあったの、うん、俺たちの頃は、うん。だからもうそういうプレッシャーにね、うん、なんかあってさ、なんか来た。いやいやいや。うん、もう3分になりましたね。じゃあ最後にちょっと。最後に何ですか、また宣伝はしつこいか。いやいや、それは宣伝はいいんだけど、さっきリクエスト U が来てたよね。ああ本日のお相手は、はい、バントのたけしです。売り子の松下です。天使の金丸翔でございました。今日は金丸翔太をお届けしました。また来週お会いいたしましょう。 See you next。あの人は今はない。